AUXIN には MP3 プレイヤータブレットリズムマシーンなどラインレベルのオーディオディバイスを接続することができドラムループやバッキングトラックに合わせてギターを演奏することが可能ですライブステージではホールドバックモニターやクリックの信号をプロファイラーの AUXIN に受け取ることが可能です ステレオ信号、モノラル信号、どちらにも対応できます。AUX インプットは、リターンインプットと、オルタナティブインプットをステレオペアで使用します。そのため、AUX インと外部エフェクトをつなぐ、センドリターンの機能を同時に使用することはできません。また、オルタナティブインをギターインプットとして使用することもできません。AUX イン使用中は、ギターをフロントインプットに接続してください。 AUX インのボリュームはアウトプットメニューで設定します3つのアウトプットのボリュームを個別に設定可能です AUX メインはメインアウトプットと SPDIF への出力レベルです AUX モニターはモニターアウトプットへの出力レベルですモニターアウトをステレオで使用している場合はステレオペアのダイレクトアウトのボリュームもコントロールします AUX ヘッドホンはヘッドホンへの出力レベルです不要なハムやノイズの混入を避けるため最初は3つのボリュームを全てゼロにセットしておいてください全ての接続が整い信号が確認できたから少しずつボリュームを上げましょう 例えばタブレットでステレオのバッキングトラックを再生しながらそれに合わせてギターを練習する場合は片側がミニステレオプラグもう一方が LR に分かれた標準プラグという形状のケーブルが必要ですミニステレオプラグをタブレットのアウトプットに接続し標準プラグをプロファイラーのリターンとオルタナティブインに接続します プロファイラーのアウトプットボタンを押し、ページボタンで AUX インのページを開きましょう。ヘッドホンを使用している場合は、AUX インヘッドホンのレベルを少しずつ上げ、入力されているオーディオとギターサウンドの音量バランスを調整してください。モニターアウトの出力をフルレンジスピーカーで再生している場合は、AUX インモニターアウトのレベルを上げてみましょう。 AUXIN メインのレベルを上げるとメインアウトを通じてオーディオ信号をギター信号と一緒に PA に出力することも可能です PA ミキサーから他の楽器の音をプロファイラーの AUXIN に受けギターサウンドとミックスしてプロファイラーのヘッドホンでモニターすることも可能です この場合も先ほどと同じ端子を使用します。PA ミキサーからのステレオ信号をリターンとオルタナティブインプットに接続します。インイヤーモニターやヘッドホンをプロファイラーのヘッドホンアウトに接続します。プロファイラー側の設定は次の通りです。アウトプットボタンを押し、ページボタンでアウトプットボリュームページを開きます。 ヘッドホンボリュームノブでギターサウンドの音量を調整しますページボタンで a u x インページに移動します a u x インヘッドホンのレベルを上げ PA ミキサーから送られてくる他の楽器の音量とギターのバランスを調整しますこの時ミキサーから受け取る信号には自分のギターのサウンドが含まれないようにしてください 含まれると位相ズレによる問題が発生します。また AUXIN メインのレベルは確実にゼロにしておいてください。レベルが上がっているとフィードバックが起こってしまいます。PA ミキサーから受け取る他の楽器の信号がモノラルの場合はミキサーからのケーブルをプロファイラーのリターンに接続してください。 この場合は XLR コネクタも使用できます。アウトプットボタンを押し、ページボタンでアウトプットボリュームページを開きます。このページのヘッドホンボリュームで自分のギターの音量を調整します。ページボタンで AUX インページに移動し、ソフトボタン1の AUX モノをオンにします。 同じページの AUXIN ヘッドホンのレベルを上げミキサーから受け取る他の楽器の信号とギターのバランスを調整しますミキサーから受け取る信号はモノラルでヘッドホンの両側から聞こえます <music> AUXIN にはリズムマシンなどの外部機器を接続することも可能です 外部機器の出力をプロファイラーのリターンに接続してください。標準ジャックでも XLR でも OK です。アウトプットボタンを押し、ページボタンで AUX インページを開きます。モノラルの場合はソフトボタン1の AUX モノをオンにします。外部機器のサウンドをギターサウンドと一緒に PA ミキサーに送る場合は AUX インメインでバランスを調整します。 モニターアウトに送る外部機器の音量は AUX-IN モニターで調整します。AUX-IN ヘッドホンのレベルを上げると外部機器のサウンドがヘッドホンにも出力されます。